知恵の木、ルーカス・クラナッハが知恵の木、ウィリアム・ブレイクが知恵の木は、旧約聖書の創世記に登場する木。善悪の知識の木とも呼ばれる。エデンの園の中央部にあった2本の木のうちの1つ。もう1つは、生命の木。知恵の木の実を食べると、神々と等式善悪の知識を得るとされる。知恵の木の実はいかにも美味しそうで目を引きつけるとされる。創世記によれば、人間は、 エデンの園になるすべての木の実は食べてもよいが、地位の木の実だけは、ヤハウエーロヒムにより食べることを禁じられていた。なぜなら地位の木の実を食べると必ず死ぬからである。しかし人間を神に背かせようとする蛇にそそのかされて、はじめにイブが、その次にイブの勧めで、アダムが地位の木の実を食べたことによって、善悪の知識を得たアダムとイブは、裸の姿を恥ずかしいと思うようになり、 一軸の歯で陰部を隠した。それにより神は、ことの次第を知り、知恵の木の実を食べた人間が、生命の木の実までも食べ永遠に生きる恐れがある。ことから、アダムとイブは、エデンの園を追放される。この出来事を、失落縁という。キリスト教ではこの出来事は神に対する不服従の罪であり、現在とされるが、ユダヤ教には、現在というものは存在しない。 この出来事により人間は必ず死ぬようになり男には労働の苦役が女には出産の苦しみがもたらされるようになった。蛇は神の呪いを受け血を這いずることになった。タロットカードの恋人のカードにはこの知恵の木の実を食べる場面が描かれている。この知恵の木の実は俗説ではリンゴのことであるとされるが旧約聖書にそうした記述はない。一説には リンゴとする解釈は2世紀に聖書をギリシャ語に翻訳したアクイラポンティカスに由来するとされる。彼はリンゴの木の下で私はあなたは呼び覚ました。あなたの母親は賢であなたのために海の苦しみをなしというミヤビカの海の苦しみをなしの部分を堕落したと語訳した。このためリンゴ堕落地への木の実という連想が生まれ、 知恵の木の実はリンゴであると解釈されるようになったとされる。別の説では、聖書をラテン語に翻訳した際に語訳されたとする。禁断の果実を指す、ラテン語のマルスには二つの意味があり、形容詞として使われる場合では、邪悪なを意味し、名詞では、リンゴである。禁断の好みをリンゴとする説は、邪悪な好みと、リンゴを混同しているとされる。 また高等流器のことを英語でアダムズアップルという。これはアダムが血の木の実を喉に詰まらせたとする伝説に由来する。ジョン・ミルトンの失楽園ではリンゴとされ、この俗説がさらに世界に広まったとされる。確かなことは、リンゴは寒冷な中央アジア原産とされ、エデンの園があったとされるペルシャ湾岸では育たないということである。ダンコッペルチョ。 バナナの世界史によると、古代のインド遺跡の中東地域においては、バナナはイチジクと呼ばれ、マケドニア人のアレクサンドロス3世はインド遠征でバナナを見たとき、これをイチジクと記したとされる。また、アラビア語で書かれたコーランに出てくる楽園の禁断の果実、タルはバナナと考えられており、ヘブライ語聖書では禁断の果実はエヴァのイチジクと書かれているとされる。このことから、 実は、創世記に出てくる知恵の木の実は、通説の一軸ではなく、バナナであったとする仮説がある。西暦200年頃にイリシア語で編纂された、聖書外展である、第3バルク書には、アダムを惑わせた木は、ブドウの木であると書かれている。これは天使サマエルが植えたものであり、人類の堕落と破滅と悪の原因である、サマエルとブドウの木は神に呪われたが、 ブドウの鶴は大洪水を生き残り、神の許しを得て、ノアによって植えられた。そこで、神は、天使サラサイルをお使わしになり、彼に言った。たて、ノアよ、その鶴を植えよ。主が次のように言われるゆえに、この苦さは甘さに変えられるであろう。これの呪いは、祝福になるであろう。これから生じるものは、神の血となるであろう。そしてこれによって、 人間どもの種族が罰を受けたごとく、今度はイエスキリストのおかげで、これによって復活と楽園への入場を授かることになろう。ありがとうございます。